どうも皆さんこんにちは、ノーワンです。ということで今日はチェーンソーマンになって敵をどんどん倒せるゲーム前回やったんですけど、今回は別のゲームでチェーンソーマンのいろいろな技やったり、他のアニメキャラクターの技がどんどん使えるゲーム、アニメパワータイクーンというゲームパート2やっていきたいなと思います。アニメ系シリーズ好きな人、高評価とチャンネル登録もよろしく。ということで皆さん、やってまいりました、アニメの世界へようこそ。前回ね、このワンピースやったんかな、前回ワンピースとか、まあ、いろいろなキャラクター確かやったと思うよ。なんかブリーチの技がとんでもなくエグかったってことだけ覚えてる。だけど皆さん、今回はそんなゲームにチェーンソーマン来ました。チェーンソーマンが追加されたということで、今日はチェーンソーマンになって最強のね技をどんどんゲットしてきたなと思います。ということでここがチェーンソーマン部屋になります。意外と楽しみだな。さあじゃあ始めようか。タイクーンシリーズということで、まあ俺のチャンネルでは非常におなじみなんですが、1秒ごとにどんどんお金が貯まっていくので、お金をゲットして、このお金を使ってこの建物をまずは大きくしようという感じだね。で、建物を大きくするとどんどんね、必殺技とかが使えるようになっていくというわけですよ皆さん。とりあえず400円集まってるんで、ここで回収してカーペット買っていこうか。でとりあえずね、このドロッパーっていうやつが一番大事なの。これがお金みたいなもんなんで、これを増やすとさらに1秒間で手に入るお金の量が増えるので一番大事です。前回やった時にこのキャッシュ2倍、お金が2倍もらえるってやつ買ってると思うから、かなりいい感じで今回はお金が貯まっていくと思うよね。君はもしかしてチェーンソーマンになりたい人か。これ今回アップデートで追加されたチェーンソーマンやから、多分みんなやりたいんやろね。これみんなもチェーンソーマンなりたいだろ。あ、これで第1の能力ポチタゲットしました。ポチタいいね。例えばこれ攻撃とか、なんかダークウェーブって何これ。ダークウェーブあるんやけど、いつの間に俺こんな能力ゲットした。ダークウェーブ、え、何これ、いつの間にこんな能力ゲットしたんだこれ知らないんやけど。ポチタ使っていこう。うわ、めっちゃ可愛いやんポチタ。ポチタで攻撃、おりゃ、おお、いいねいいねいいね。うわしかもちゃんとチェーンソーの音聞こえてる。さあ勝負だ君、ワンパンチマンの人か。お、なんだなんだなんだ、この子どうしたんだ、何の能力だ。おりゃ、ハンターハンターだ今の。ほら、ポチタ斬り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 、とりゃあ、とりゃあ、とりゃよしよし、倒したぜ。やっぱポチタ最強よ。よし、これで帰ってくると7000円貯まってるんで、また大きくしていこう。生配信で言ったんやけどね、俺ポチタのね、等身大フィギュア買ったよね。なんか2万円ぐらいするんかな、確か。初めて買ったね、アニメのフィギュアで。ポチタが初めてです。あまりにも可愛くて、ちょっと買っちゃったね。そうこう言ってるうちに第2の能力ゲットしました。チェーンソーデーモントランスフォーメーション。もしかして私進化できるのでは。チェーンソーマンに変身。そりゃ、お、うわうわすげえすげえ、結構ガチで本格的。でもこれでまあポチタと振り回せばかなりチェーンソーマンに近いぞ。あれ消えちゃったこれ力が持たないのか、そんなに。あ、やばい、盗まれてる。返せ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 、人のものを盗むなんて俺は許せないよ。返せそのチェーンソーマンの能力、ダークウェーブで。うわうわ、最低だ、レーザードアされた。許せないこいつ、デーモンスレイヤー、鬼滅の刃だ、炭治郎だ。炭治郎だけは許してはおけないちょっとこうやってね、盗まれちゃうから俺の能力。ちゃんと扉作って、レーザードア、これが大事なんよね。 OK、これをすることで人が入れなくなると。よし、この緑やったら入るけど赤色やったら入ってこれません。よし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 、これで入ってこれないはず。上からは入ってこられるけど、まあ一旦は大丈夫っしょ。よし、じゃあお金結構集まったんでセカンドフロア買っていこう。さらに2階のドロッパーを購入。やっぱドロッパー買っていかないとお金がね早めに貯まってほしいから。え、待って、悟空来てますけど。ポチタ行け、悟空を倒せ。ポチタを盗むな、最悪だこいつ。おら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 、こら悟空の野郎許しちゃおけねえ。はっ、くっそ逃げやがった。くっそ、人のものを盗んでばかりして最低だよ。来た来た来た、第3の能力ゲットしようか。じゃあそろそろ OK、 これでチェーンソーパンチ来たよ。チェーンソーパンチ、誰かを倒してやろう。お、なんだ、うわ、なんか鬼炎山みたいなの撃ってる。やばいやばいやばい、大丈夫か君はワンパンチマンの能力者だな。俺のチェーンソーパンチ食らわないかい君。あ、やばい、攻撃してくる。ほら、チェーンソーパンチ、チェーンソーパンチ、チェーンソーパンチ。普通のパンチとあんまり変わんないぞ、チェーンソーパンチ。チェーンソーパンチ、チェーンソーパンチ、チェーンソーパンチ。え、でも普通のさ、攻撃と何が変わんのこのチェーンソーパンチって。じゃあ次、第4の能力かなこれ。チェーンソージャンプ、ゲットしていこうか。これ、何が変わるんだ、チェーンソージャンプ。おー、おー、おー
これは確かにちゃんとチェーンソーパンチだな。あ、じゃあジャンプだな。チェーンソーマンになって、オッケーオッケーオッケー。チェーンソージャンプ。これで上に上がれ。よしよし、上がれた。他の場所来たぞ、みんな。別のやつの陣地来れた。よし、これで相手の能力奪えるんじゃないか。チェーンソーパンチ。チェーンソーパンチ。痛い痛い、やばいやばい、カメハメハ撃たれてる。やばいやばいやばい。チェーンソーパンチ。チェーンソーパンチ。やばい。やばい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 。チェーンソー、うわ。何今の。チェーンソーマン悟空いるんやけど。ちょっと怖い怖い、何こいつ。許せない、それ俺の技やのに。返せその技。クソダメだ、死んじゃう。危ない。もうこのゲームは確かね、そういえば思い出したわ、盗まれるんよ大体。大体盗まれちゃう。よし、ドロッパーさらに購入していって、 OKOKOK。 これでさらにお金が入りやすくなったね。 OKOK。 これ入りづらくはなったぞ普通に。そしてフロア3買って、ライト買ってで、階段買って、OK。これで第2階層はクリアだな。だいぶお金貯まってたんだな、俺。めちゃめちゃいい感じに買えたぞ。コレクターを購入。なんだ、コレクターって。あ、ここでさらに回収できるようになったんだ。いちいち1回行かなくても。これチェーンソージャンプね、俺は気づいたよ。まずはチェーンソートランスフォーメーションしていく。OK。で、これでチェーンソージャンプは、このクリックした場所に多分飛んでいくんだ。ここからジャンプして。とりゃ、ほらほらほら。やっぱそうなんだ。どこ行こうというのだね。帰ってきなさい。これでチェーンソーパンチ。とりゃ。待て、こいつの能力奪おう。90スクリーンゲット、オッケー。90スクリーンゲットしたぞ。これ、ナードって書いてる、ナルトの技かな。なんだこれ。なんかわからんけど、相手の技盗んでやったわ。これで、チェーンソージャンプで相手の懐に潜り込んで、オッケー。オッケーオッケー、螺旋岩ゲット。奪うのが大事なんですよ、このゲームはやっぱり。あー、螺旋岩おりゃーおい、螺旋が全然当たってないやんか。カーペット買って、ギアパッド買って、オッケー。第5の能力解放していこうか。マキマディッシュ。これもしかしてマキマさんってこと？いただきます。マキマさん。なんだ？なんだ？これもしかして体力全回復するみたいな感じかな。これでちょっと攻撃、オッケーオッケー。ちょっとダメージ食らって、あれ？あ、ほら、なんか回復してない？これで食べると、ほらほら、やっぱ回復してる。回復だこれ多分。チェーンソーパンチ、チェーンソーパンチ。ほらほら、後ろがガラ空きだぜあんた。ポチタで仕留めてやろう。ポチタで仕留めてやろう。とりゃオッケー。お前もポチタで仕留めてやれ。で、危なくなったらこのマキマさんでご飯食べると。とりゃやばい、あいつ瞬歩持ちだな。瞬歩、うわ瞬歩持ちだ。だけど上から入り込むぜ。よしよしよし、ポチタパンチ、ポチタ切り、ポチタ切り、ポチタ切り。くそ、あ、いや逃げやがったな。まあいい、君の能力はじゃあもらおう。マシンガンブローフラッシュステップ。帰ってきたな、帰ってきた。おりゃー、よしよしよし、ポチタ最強。これワンパンチマンだ。ワンパンチマンのマシンガンパンチ、おお、ゲットしました。おお強そう。フラッシュステップは、あ、これ瞬歩だ。これ高速移動じゃない？これ相手のね陣地入れるんよ。これめっちゃ強いよ。これこのドラゴンボールの陣地にこうやって入って、ほら、で、能力を盗むと。で、わか、元気玉を奪った。くらい俺の高評価玉。みんなの高評価を、ここに集める。せやーいけー、みんなの高評価、おりゃ強いんよな。さらに新しいやつ解放していこう。ギア6。これでさらに俺は強くなったよ。リジェネレーションをゲットしました。リジェネレーション、うん。なにこれ。リジェネってことは自動回復かな、これ。血を飲んでるってことかな。血を飲んで回復してるんだ。よし、じゃあさらに階段買って、これ次が多分一番最上階やと思うよね。これでね、結構入りづらいはず。屋根購入、家買う、どうしようって。まあ、毛布購入できるやん。オッケー、これで、あ、待って、これは電磁だ、電磁。これでさ、チェーンソーマンの変身使うと、チェーンソーマンに変身。おりゃおら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 おおほらほら、完全に電磁だこれは。よし、じゃあ、次のギアパッド購入して、ギアを購入。オッケーオッケー、ブラッドハンマー、ブラッドハンマーにさらにもう一つバーン、バーンってあれじゃない、マキマさんの技じゃなかったっけ。ちょっとじゃあブラッドハンマー使っていこうか。これ多分パワーの技じゃない、ブラッドハンマー。お、なんだ、何衝撃波、ブラッドハンマー、そりゃあ、やっぱ衝撃波だ。この周りにダメージだ。バーンはバーン。バーン。あれ？バーン。お！バーン近くやったら当たるって感じかな？バーン。あ、バーン強い。チェーンソーハンマー、そりゃあ。
うわうわうわ、なんだ、痛い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 、あ、バン、おりゃあ、じゃあリジェネ使って回復していくと、亡き者にしていく、とりゃとりゃとりゃあ、とりゃとりゃとりゃ、やばいやばいやばい、危ない、危なくなったらバンでいいんじゃないか、やばいやばいやばい、ほらどこ行こうというのだね、あ、バンバン強いな、威力がめっちゃ高いわ。よし、じゃあめっちゃお金貯まってるわ。お金ゲットして、さらにこれで多分ラストかな、ギア7ギア8で多分ラストだと思う。その前にじゃあちょっとデコレーションもちゃんとやっていこう。いや、お金もいらないんやけどね、そんなに。もうこれ多分全部作れたくない？多分前回の動画でみんなの高評価のおかげで俺の獲得マネーがね2倍になってるから、ありがたいわ、ありがとね、みんな。これで新しく第7能力、フィアーロア、これなんだ、使っていこうか。お？まあなんか恐怖の叫びみたいな感じかな。8の能力、 OK、 これが最終能力だね。ダッシュ、ただのダッシュ攻撃かな。ダッシュ使っていく。あ、ダッシュ、これ今なんか悟空みたいな音聞こえたぞ。これで相手の場所に入り放題ってやつ、ほらこういう瞬間移動技はあった方が絶対強い。あ、やばい、盗まれようとしてる、やばい、バンバン、やばい、帰れ、ポチた、ポチた、くらえ、ポチた、やばい、ダッシュ盗んだ、やばい、こいつ、帰れ、帰れ、帰れ、お前は絶対に許さない、絶対に許さないからな、やばい、逃げた、俺も追うぞ、やばい、どこ行った、あいつだけは許すな、あいつだけは許すな、フィアロアで攻撃、くっそ、どこ行った、返せ、それをな、全部返せ、バンの射程範囲内にいれば、よし、バンの射程範囲内、いいよ、バンの射程範囲内にいる限り、お前は俺には勝てない、バン、オッケー、いいよ、逃げたって無駄だよ、あいつまだ逃げ上がる、いや、こいつほら俺は追いかけるよ、どこまでもな、オッケー、バン倒した、クソ、お前じゃない、どこ行った、あいついや、クソ、あいつどこまでもチョコマカと、フィアロア使ってバン、やばこいつリジェネ使ってるせいで全然倒せない、それは俺の能力だぞ、お前、バン、やばめっちゃ強い、待って、チェーンソーマン敵にするとめちゃめちゃ強いよ、みんな、これやばい、これで回復してバン、回復がエグすぎる、もう倒せないわ、バン、オッケー、倒せる倒せる、倒せそう倒せそう、バン、いけ、よしよしよし、倒したよかった、倒せた、チェーンソーマン VS チェーンソーマン、やっぱバンを持ってなかったからやつは俺が勝ったね、今回は。よし、じゃあみんな、ここになんか究極のスキルってやつあるんよ、これ課金技やねんけど、多分めちゃめちゃ強い技なんやと思います。ということでみんな、この究極のスキル見てみたいなと思ったら、高評価とチャンネル登録、まだの人はチャンネル登録もよろしく、高評価ありがとう。ということでこれでジャッジメントカットエンド、何これ、めっちゃ強そうじゃない、審判の時は来たのかもしれない。みんな、まずはチェーンソーマンに変身、おら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 ジャッジメントカットエンド使っていこう、なんか強そうじゃないこれ、君と勝負を申し込もう、ジャッジメントカットエンド、あれ何これ、おっ、おっ、おっ何これ、超強いんやけど、くそ、こいつの家に入り込む、君の家でこのジャッジメント、やばい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 痛い痛い痛い、うおそんなことできんのか、無駄だ、ほら、あ、やばい、なんか閉じ込められた危ない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 、ここで君の目の前でジャッジメントカットエンド、終われ、シュベン、かっこいいこの二人、切りやすそうな体をしている、無駄だ、ジャッジメントカットエンド、カメハメハは無効化させてもらうもうこれだけだって相手の体力さ、もうほぼほぼないもんな、痛い痛い、やばいやばいやばい、うわ、なんだこいつら、ジャッジメントカットエンド、終われ、終わりたい君たちの人生は、チュピンカメハメハを倒すこの間合い、君たちはこれでおしまいださ、さようなら、シュピンかっこいいなこの技。よし、ということで今回はチェーンソーマンになれる最強のゲームでした。この動画楽しんでくれたら高評価とチャンネル登録もよろしく、また明日、バイバイ。